はい、こんにちは、まめと申します。6人の料理人と赤眼の少女2実況プレイやっていきたいと思います。で、ですね、今回はおまけのね、まだ埋まってなかったタムケンと、ゆきちゃん、そして誰だったっけ、3人いたと思うんだけど、忘れないで。はい、なでしこちゃまですね、ごめんなさい。ということで、その3人のトロフィーをね、回収していきたいと思います。まずはなでしこちゃまはここにありました。はい、ということで、最初の空港のターミナルにね、なでしこちゃまのトロフィーがありました。そして、あのプロデューサーさんがさ、ここにメモ置いてってたたてですけど日本語大丈夫？それをあの見てなかったというコメントをいただいてね、ありがとうございます。本当に忘れっぽくて記憶力3秒なもので、見ていきましょう。夕方には、ホテル街玄武一番街にあるホテルのチェックインを済ますことっていうのをね、置いてってくれてましたね。で、なでしこちゃまのトロフィーはここにありました。傘ですね。あ、中山さんごめんなさい、この前借りた傘まだ返してませんでしたね。米線から帰ってきたらまた返しに行きますね。あ、うん、わかった、大丈夫だよ。レンでいいのかな。佐々木くんのカレーすっごく気に入ったみたい。はい、また作りますよ。ありがとう、ラブラブしやがって。ということで、出会う口実をね、はい、手に入れて、そしてトロフィーも手に入れました。そしてじゃあ次は、ゆきちゃんですね。ゆきちゃんのトロフィーはここにありました。はい、ということで、ゆきちゃんのですね、トロフィーは、子供たちと何個か遊んできたと思うんですよね。トーリャンセ、カゴメカゴメ、そして花一門目、これをね、すべてあのパーフェクトな状態でクリアすると、ゆきちゃんのトロフィーがもらえるんですよね。で、ちなみに、トーリャンセはあの特に失敗しても大丈夫だったんですけど、カゴメカゴメは失敗すると、はい、殺されます子供たちに殺されるんです。はい、ということでね、問題はなので、花一門目をね、パーフェクトでクリアすれば、まあゆきちゃんのトロフィーがもらえるって感じなんですけど、これがね、ちょっと難しくて、なんだろう、4ターンで決着をつけないといけないんですよ。早すぎてもチェつまんねーみたいな感じになるし、あの負けちゃったらまあ怒るんですけどまあとりあえず4ターンで勝てばいいんですよね。はい、ということで入ります。どうやるんだったっけ。もうとりあえずたけしくんのチームなんですよね。で、女の子だと勝ってしまうから、男の子をまずするんだったかな。はい、じゃんけんポンでまず負けます。待って、間違えた、間違えました。はい、ごめんなさい。もう終わっちゃったの、つまんねえと追い出されました。そして気づいたら人形がこれ今になって気づいたんですが、はい、ということで4巡目で勝てるようにね、操作をしていかないといけないので、まず女の子をもらいます。そして負けますと、それで、次女の子にしたら勝つのかな、いいのかな。違う、女の子で勝つんだよね、チョキパーだよね。よし、で、次は男の子で勝つんだよね。はい、たけしグーサトコチョキ、よし、これで多分パーフェクトに穏便に済ませられます。じゃんけんポン。はい、よっしゃ、見たか、さとこ、俺の勝ちだ。もう、お姉ちゃんありがとう。お姉ちゃんのおかげでさとこに勝てたよ。ということで、やったわね。そうだ、弥勒って子から少し話を聞いたんだけれど、あなたたち、ここが何の建物なのかわかる？こんなんあったっけ？ここは孤児院だよ、と。
孤児院？やっぱり、そう。私たちはいろんな、いろんな理由で、お父さんやお母さんと暮らせなくなったの。だからその代わりに戸塚さんが面倒を見てくれてるの。ちょっと外に出ます。こっからはじゃあ同じ話かな？はい。っていうことで、次は、誰だっけ？あ、タム犬のトロフィーまで。ガッタ。はい。ということで、さっきは、ゆきちゃんのトロフィー取る方は A ルートだったんですけど、今は B ルートですね。タム犬とね、この愉快な仲間たちでここを調べると、塔ですね。大砲とね、最終決戦をする塔なんですけど、その1階ですね。俺の力でもあかねえな。俺より力があるやつっていや。あれ？あれ？あ、でもいいんだ。今のでトロフィーがもらえるんですよ。はい。もう一回取ったので、ちょっと出てこないんですけど。はい。これで、みんなのエピソードが見れるんですね。ちょっと見ていきたいと思います。そこまでカット。はい。ということで、タムケンとなでしこちゃまとゆきちゃんですね。奔放な挑戦者。はい。なんだろう。挑戦者。ちょっと待って、音大きいかな。はい、失礼しました。お、田村じゃねえか。あんたが来るなんて珍しいな。うちの門下になりに来たのか。ランマルくんよ。違うだろ。ランマルの方が年下なんだ。は？君は俺と同じ。自分より強え奴がいるってのが勘弁ならねえ人種だろ。それとも何か？わしは眼中になしってことかい？同じね、匂いがしたんですね。よっしゃ、ついてこい。話が早くて助かるわ。マジで？勝負すんの？それじゃあまずは構えよ。じゃがましい、もうええじゃろ。怖いです。はじめじゃあ。マジで？じゃあハンターハンター方式でいきたいと思います。めっちゃゆっくりやん。私、こうの方が戦いやすいね。はい。リーチのさ、痛い。これ、勝てないようにできてる。だらっしゃーって。ほら。熱い、熱苦しいぞ。はい。アッパーのおじさん、おう、原始、その怪我どうしたんだと。ちゃがしいわ。なあ、ゴロ。お前のお友達のランマルくん。あいつお前のこと、大五郎って呼んでたぞ。ふっかけて生き上がる。ああ、いつは絶対ぶっ飛ばしてやる。わしの仇はお前が取ってくれ。勝てないようにできてるんですね。はい。まあ、でも、勝てないんだろうね。はい。ということで、大五郎は勝てるのでしょうか。はい。ということで、次は、なでしこちゃま、まごいちくんとのラブラブを見せやがれ。はい。日常くれた人、日常くれた人だよね。1年前、晩餐会の次の朝。ボロッボロになってる、ランマルさん。そろそろバスも始まったろ。とりあえずここから出るぞ。おい、しき、起きろ。かわいいよ、真中城。やっとか。行きますかな。はい。割烹着真中ちゃん、やっぱり、ねえ、ちょっと、豊満なボディが、目についちゃう。佐々木くん。はい。私は、自分が助かるために、佐々木くんや荒間田くん、みんなを騙そうとした。なんでそのことをみんなに言わないの？そんなの決まってるじゃないですか。中山さんの弱みを独り占めするためですよ。かっこいい、そうやってさ。もう孫一くん。え？中山さん、すみません。中山さんのお料理見せてもらいました。
正直今日来てる料理人の中で料理の腕は中山さんが一番だと思いました。悔しいですけど、だから中山さん、許してほしかったらあのらっきょうの漬け方教えてください。カレーに合うんですよね、らっきょう。これから中山さんにはお料理、たくさん教えてもらいます。それで今回のことはチャラにしてあげますよ。こき使っちゃいますから覚悟してくださいね。うん、決まりですね。僕たちも帰りましょう。佐々木くん、キュンってきたのね、これで。ありがとう。こりゃ、こりゃ惚れますわ。なでねえ、お客さん来たよ。お邪魔しました。佐々木くん、さ、中山さん、約束ですよ。椿ちゃんだっけ。なナデリーの彼氏。ちょっと椿、ごめんね佐々木くん。いえ、僕は全然。それじゃあ始めようか。はい、よろしくお願いします。気づいちゃった、感づいちゃった。はい、やっぱり中山さんはすごいな。勉強になりました。あのらっきょう、お店で使っていいですか。うん、ぜひ。このカレーすっごく美味しい。本当？ありがとう、椿ちゃん。じゃあ僕はそろそろ帰りますね。うん、今日はありがとう。カレーすっごく美味しかった。美味しかった、美味しかった。ありがとう。中山さんの漬物も美味しかったです。お邪魔しました。ラビラビしてやがります。雨、まあいっか、折りたたみ傘あるし。佐々木くん、雨降ってる。本当に、あの傘持って行って。あ、それでターミナルの傘、なるほど。いえいえ、折りたたみ傘があるので大丈夫ですよ。いえ、やっぱり折りたたみ傘じゃ小さいし、そのじゃあお言葉に甘えますね。それで今度返しに来ますね。口実ですね、誓い合う。素敵。うん、待ってるね。それで折りたたみ傘なのですね。あ、折りたたみ傘なのですね。もう爆発しろよ。はい、ということで、ちょっとゆきちゃん見る前に鼻かましてください。やばい。はい、鼻がすっきりということで、ゆきちゃん見ていきたいと思います。あー、ゆきちゃんのトロフィーどんなんだったっけ。生きていくために、いやー、なんか泣きそうになる、この題名だけで。はい、あ、でもこれは、どうしたんだ。ちょっと加藤、そんなこと伝えるべきじゃないでしょ。そんなこと、いや、ユキがこれから生きていくなら知っとかなきゃなれねえよ、自分が奪った命のことはな。あ、そっか、お父さんと羊のおじいちゃんをね、殺めたんでしたよね、確か。でも、ユキがお父さんを。じゃあな、ユキ、今度お前の答えを聞かせてくれや。答え？どうするか。殺した、ユキが、おじいさんとお父さんとたくさんの人を
キが殺した。もうおじいさんと遊べない。お父さんにも会えない。全部ユキのせいなんだ。お母さんが病気になったのもユキのせい。ねえユキ、あれから3日も部屋に閉じこもったままだけど。ああ、だがユキにあのことから目を背けさせるわけにはいかねえだろう。でもまだあんなに小さいのに。何かの命を奪って生きることに身長や年齢は関係ねえよ。でも生きるっていうのはそういうことだ。あ、丹丸さん、お腹すいた。ユキ。はあ、それがお前の答えか。いい顔じゃねえか。おいマナカ、飯にするぞ。ええ。うまずい。え、マナカのジュースまずい。ま、肉ジュースですからね。え、ちゃんとしたあの果物とかのジュースかな。おいおい頼むぜマナカ。なんでそうなるのよ。それでこのあのチャプターなんかの絵はこれだったんですね。日常いいですね、平凡な日常に。いやー、でもそれでもね、みんなの命を背負って生きるゆきちゃん、かっこいいでございます。はい、ということでこれで全部のエンディングとみんなのそれぞれのルートっていうかお話が見れましたね。はい、ということで緑林の料理人と石岩の少女中噛みすぎ石岩の少女2実況プレイはこれで終わりとなりますね。いやー、もう本当にめっちゃ楽しかったです。最後の晩餐さんありがとうございます。いやー、なんだろう、今逮捕が逮捕されてて逆じゃないよ。まあね、刑務所から出てきたらどうするのかっていうのも気になるので、続きとかあったら嬉しいなとかちょっと思ったりはい、そしてね、私すごいシュカちゃんがさ何歳なのかめちゃくちゃ気になるんですよね。ね、みんなにね、お姉さんと呼びなさいみたいな感じでね言うからね、あー年齢不詳すぎるよシュカちゃまーということで、はい、ということでっていうことでが多すぎる。まあでもね、逮捕だけが悪いんじゃなかったんですよね。ベーセンという国がねちょっといろいろ仕掛けてたせいで逮捕がね、ね、闇に病んでこの今回の事件がいろいろ引き起こしたでしたね。はい、っていうことで、なんか誰をね、誰も恨まないで生きれたらはい、いいですね。何言ってるんだろう。でまとめが本当に下手くそで申し訳ございません。でも本当6人の料理人と石岩の少女中本当に言えない、ごめんなさい。もうめちゃくちゃ楽しませていただきました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の実況でお会いいたしましょう。ではバイチー。